県は新型コロナの陽性者の急増に伴う病床使用率の上昇を受け、介護が必要な軽症や無症状の高齢者などを対象にした宿泊療養施設を稼働すると発表しました。今日の対策本部会議で山口知事は、病床使用率が上昇すると救急対応などに影響するとして、高齢者や基礎疾患のある人を含む会食はできるだけ控えてほしいと呼びかけました。また県は病床使用率の上昇を抑えるため、あさってから白石町にある高齢者等宿泊療養施設白石ステーションを稼働すると発表しました。入所の対象となるのは、介護が必要なため自宅やホテルでの療養が難しい軽症や無症状の高齢者などです。白石ステーションには介護スタッフが常駐し24床あります。県内の病床使用率は今日時点で 55.7% で、このうち 75% 以上が高齢者と呼吸器系に疾患がある人です。